いよいよこの第10レースから準決勝戦です。あと9人に絞られるわけであります。 2025m 周回は6周で争います。地元の金子信也、3回転6分4輪とギアを上げております。各馬もギアを上げました。その金子が先頭で今レーサーズゲートを出てバンクに姿を現しております。解説が小馬健也さんです。はい、メンバーが揃って動ける選手が番手を回る競争がありそうですね。そうですね、特に関東連携というところでね、はい、どういう攻め方をしてくるのかなというところでしょうね。太田でも大井でも金子でもラインの先頭を回る選手が3人の連携ですもんね。そうですよね。そして石川の小島慶治、青森の高山雅彦と先行型が揃いました。小島慶治がどうですか、2日間動きがね。はい、なんか小島選手としては今一つちょっと物足りなさは感じますけどね。そうですね、そんな印象はありますよね。やっぱりでもポテンシャルの高さからいくとね、それでも十分に対応できるんでしょうね。なるほどね、はい、第10レース準決勝です。では対戦メンバーです。1番が埼玉の太田真一、2番石川の小島慶治、3番静岡の渡辺春友、4番福岡の角倉正義、5番が滋賀の内林久典、6番茨城の大井隆、7番香川の児玉宏、8番が青森の高山雅彦、9番地元の金子信也、以上の9人の対戦で行います。第10レース準決勝です。早くも状態を起こした大井、茨城の73回生、見事に昨日は先行に切りました。そして青森の高谷雅彦、67回生、もちろん先行タイプ、バテない先行で2着2着で予選から勝ち上がってきました。そして石川の小島慶治、初日が9着、そして昨日も3着でした。あとは太田真一ですけれども、何か今回の太田は落ち着きがあるんですよね。そうですね、本当に落ち着いて、初日からですね、よく動きがいいですね、判断ですとかね。そうですよね、何かまた一つ身が入った感じの埼玉の太田真一。やっぱり精神的にゆとりがあるっていうのは、はい、見ててこう乗ってる姿から安定して見えますよね。そうですよね、何か75回生らしくないような、ね、感じを受けますもん ね、去年のですね、はい、オールスターであまりにもこう感じよく活躍できたものですから、その後逆にですね、気負いすぎてスランプに自ら落ち込んでしまいましたよね、それから立ち直るのに、はい、焦りを感じてましたけども、やっとこう落ち着いて自分を見られるようにね、状況になってきたんじゃないでしょうかね。福井の記念からきっかけをつかんだ感じでね。そうですね。さあ4番の角倉が眉を取りました。昨日の角倉はすごかったですね。本当に、角倉選手らしさが1年ぶりぐらいに見えたんじゃないかなと思いましたね。何かいつもね、こう長身の体をしょぼんとした感じの角倉、昨日は記憶を見せました。その角倉が車を下げます。太田が先行です。8番の高谷が2番で、3番の渡辺春友、4コーナー終わりました。今日は渡辺はマーク戦にならないかもしれません。金子が4番で、なかなかこれ体勢固まっていきませんけどね。そうですね、太田選手が後ろに下がれるかどうかっていうところでしょうね。金子選手は後方に下がることできましたけど、下げさせてもらえませんね。ですね、したがって大井が行きますね。2コーナー待った地点から大井が前に上がってきます。地元関東勢がどうやら前段を固めていきます。これはよほど大井選手ね、このレースになんか小島選手に対してね、はい、関東勢の先頭で、戦おうってい こう意識強く感じますね。なるほどね、その大井が先行体制に入りました。太田が2番手、3番手が金子、関東勢、そして8番の高井が4番手、3番の渡辺春人も、小島慶治の後ろ4番の角倉が競り込んでいきます。内林と角倉のマーク戦から角倉がマークを取りました。さあ内林が一歩引いて、児玉がグラインの3番手、
早くもピッチャーが取ります。3コーナーから4コーナーです。赤番前からピッチャーがありました。赤番前から主導権争い、6番大井が決めた。大井の先行です。外小島啓治、小島が短期で上がっておりますが、これはいけないか。さあ先頭6番の大井、大井突っ張った、大井突っ張った。2コーナーからバック、まだ金は入っておりません。ここでジャンが入りました。先頭6番の大井、外からようやく小島啓治が先行を取ります。切り替える太田真一、直線になりました。太田が絶好の番手、後ろから猛然と高谷のまくりだ。高谷と3番渡辺と、さあ第1コーナーのカーブ、一気に8番の高谷先頭、2コーナー待った。太田が懸命にしのぐ、太田がしのぐ、しかし外の8番の高谷、2番と3番の渡辺、インコースで太田、内で太田粘っている。高谷先頭、内から太田、そして外から7番の児玉の追い込み、児玉が一気に来ました。児玉が直線伸びました。そして内林か、最後は児玉博士、そして内林久典、内側に8番の高谷が粘っておりました。いやー小川さん、そうですね、中半ですよね、前がこう詰まった状態になったんで、そこからそうすると小林さんどうぞ。はい、ではお伝えします。児玉選手おめでとうございます。どうもありがとうございました。いかがでしょうか。もうやはり皆さん今日のレースを見て もう本当に感情に近いというふうに見てると思いますけれど。いい、一着取れたからね、強いと思われたら違いで今一つなんです。さあではレースを小林さんと一緒に振り返っていただきます。お願いします。おめでとうございました。はい、どうもです。今本人の口から出たような状況は私にはよくつかめないんですけども、それだけによく慎重なね、よく目を凝らしてレースを見てたなっていう感じがしましたけど。あ、そうですか。ここで8番3番来て、すごくスムーズにね、切り替えはできたんでね。そうですね、まあ良かったんですけども、だから今日は6番選手が前に行って、関東勢が前で行って、小島選手が抑えていくとき、これは突っ張りあるなって感じました。そうですね、でも前を取ってくれたんで、いい展開にはなるんじゃないかなと思ったんですけど、まあでも目標予定通り準決勝突破して、これで賞金でいくとグランプリはもう当選確実まで来ましたね。あ、どう、そうなんですかね、よく賞金見てないんですけども、まあだから、この前の記念の時もですね、とにかく1円でも多く賞金稼ぎたいという状況を、ね、コメントで見たんですけどね、はい、まあそういう状況から若干解放されてくるんじゃないですか。あとはこう勝負だけに徹して。まあでも賞金目を、はい、目当てに走ってるんじゃないし、やっぱり特別制覇でね、年末出たいと思ってるし、はいはい、じゃあもうすっきり勝って、はい、グランプリに出れるようにですね、じゃあ優勝頑張ってください。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。一着になりました児玉博士選手のインタビューでした。では決定をお送りしましょう。制覇して、そしてまた山田裕司選手、全日本選抜を取りました。周りの仲間がどんどんとそのタイトルホルダーになっていく中での山口浩二選手の気持ち、焦りもかなりあったかと思います。で、そういったものを払拭してのこのタイトルホルダーの仲間入り、本当にその自分の手中に収めた重みというのはかなり大きなものだったのではないかと思われるんですね。山口浩二選手、実は全日本選抜の最終日の1勝からですね、特別競輪7連勝中なんです。今日くしくもですね、それと同じ7番車での登場ということになりました。一回り大きくなった山口浩二選手のこの準決勝の戦い方に注目してみたいと思います。以上です。はい、山口浩二選手を中心にリポートをしていただきました。やっぱり小林さんもね、長く競輪選手見てると、選手を見る目と言いましょうかね、男を見る目が違いますね。そうですね、はい、その山口浩二選手、ここでは小馬さん三角の印をつけております。さあ11レースは吉岡が登場ということで、非常にこう注目されるんですが、吉岡ばかりではなくて機動力タイプが多くなりました。一打十文字、それから伏見とおります。大変そういう意味ではね、吉岡にとっては強敵だなという感じもするでしょうね。強敵ではありますよね、はい、はい、ただし主役は吉岡とファンの方々は見ています。ですから人気は吉岡から5657、この2点を狙ってもらいました。まあこの準決勝どのレース見ても本当にすごい自力タイプの先行選手いっぱいいますよね。そうですね、まあ今本当に代表する S 級の先行選手が準決勝レースに集まったという感じがいたします。まもなく11レースの準決勝始まります。解説が小馬健也さんです。
まあ、本当に目の離せない準決勝になりましたね。そうですね、まあ、本当に、10レースでもね、はい、まあ、小島選手とか大井選手の高校あるだろうと思ってましたけど、本当にすごいレースですよね。すごいですよね。従ってその先行をどこから踏み込んでいこうかというのは一つの大きなポイントになりそうですね。そうですね、まあ、意地の張り合いもありますし、でもそこを冷静に見てやっぱり追い込んでくる児玉選手とか内外選手はですね、やっぱりさすがだなというところがありましたね、はい。まあ、この辺りが大レースで揉まれた選手の強みというんでしょうね、はい。そうですね。さあ、吉岡は果たしてこの難関をどんな形で突破するのか。準決勝2つ目の競争であります。先行型クイーンの市田が最後にスターティングブロックに到着しました。では対戦メンバーです。1番が福井の市田和弘、2番茨城の十文字高信、3番千葉の東出武、4番福島の伏見俊明、5番福岡の吉岡俊政、6番同じ福岡で田中宏明、7番岐阜の山口浩二、8番滋賀の北川智弘、そして9番地元の高橋光弘、以上の9人の対戦で行います。内側に一田、そして十文字、代表する先行タイプの2人、あとは4番伏見、75回生です。そして吉岡、苦しいながらも昨日勝ち上がってきました。ラインは4分線、まあ、4分線といってもね、追い込みタイプも、はい、いいとこからなら仕掛けていくでしょうからね。そうですね、豪華な吉岡だから、ここは1本間違うと大変なことになってしまいますよね。そうですよね、先ほどの10レースみたいな、はい、まあ、強烈な先行争い、主導権争いはですね、ここではちょっと違うみたいな感じするんですよね。そうですか。2人2人なんで、とりあえずいい勢いできたら出してと、あ、なるほど、ね、いうことも、ね、考えられますんでね。ただうまく出せば、ね、いいでしょうけども、次から次へとこらえると、そうですね、ね、後手を踏みますからね。だからこの辺りが難しいんでしょうね。結構ですね、やっぱり、特に市田選手とか十文字選手あたりはダッシュがあるんで、そのいつもそれで吉岡選手がですね、取り残される感が今までありましたんでね、そこが一番不安といえば不安でしょうね。そうですね、まあ、吉岡もかかってしまえば、そのね、持ち前の流れと ね、 そうなんですよね。だから十文字選手のラインか市田選手のライン、はい、とにかくこう動いてきそうな人のですね、動きにしっかりこうどちらかにですね、的を絞っておいて、それをうまく利用しないと ね、 なるほどね、なかなかそのダッシュには苦しいでしょうね、対応するのはね。したがって十文字の対戦相手の先行タイプもそうですけど、後ろつける選手も大変だそうですね、この人のダッシュにね。大変なんですよね、多分見てるだけでもうよそ見できませんよね、とにかくね。そうですよね、一瞬で切れちゃいますからね、はい。今日は地元の高橋がマークを取っております。北川が現在3番手、その北川が車を下げました。吉岡が3番手になっております。6番の田中宏明、それから4番の伏見俊明、3番の東出です。1番日田、日田の後ろどうですか、山口浩二とやはり北川が並んでおります。さすがに北川選手もですね、あんまりこう人の後ろで戦うことはないんですけども、ここは意地でもやっぱり譲れないっていうところでしょうね。まあ、市田が思い切って先行して踏み出しのダッシュなら北川も負けませんからね。そうですよね。ただダッシュするのも、はい、そのマークしてのダッシュとはちょっとやっぱり、ね、違うんですよね。そのあたりのね、今度はテクニックがいりますもんね、はい。そうなれば山口浩二が昨日のようにこの人の本当の追い込みは綺麗ですもんね。そうですね。さあ、残り3周です。市田和弘、後方7番手、内側に山口浩二、外が8番の北川です。マーク戦になりました。先行は十文字が取っております。2番手が地元の高橋、3番手が吉岡、マーク6番の田中、そして4番の伏見は5番手前、後ろ3番東で、その後ろから早くも市田が行きましたね。そうですね、まずは前に出て後ろを伺おうっていうんでしょうかね、はい。さあ、ゆっくりと1段、そして4番の伏見あたりが叩いていきます。さあ、今度は伏見先行が赤番から一旦伏見が出ました。ちょっと中段もつれました。さあ、中段ちょっともつれた。十文字がちょっとインを作っていくような形、
先行に4番の伏見は取っております。さあ伏見先行です。インをこじ開けて市田が行くのか。吉岡外、十文字を真ん中だ、3コーナーから4コーナーです。結局伏見先行か。インコースから市田がちょっと覗いた。しかし伏見先行です。最終回に入りました。伏見先行です。3番の東の2番手、3番手市田、それから7番の山内浩二マークになります。第2コーナーあった。さあ1番の市田がまくった、市田のまくりだ。5番のさあ吉岡まだ中断、3コーナーか4コーナーについていく高橋、内から高橋足が作っていきます。直線になりました。先頭4番伏見、2番手インを作った9番高橋、伏見俊明、3、4コーナーインを作ってきました9番高橋。3番の東出武、外が5番の吉岡利真さん。そうですね、ゴール前接戦になりましたね。吉岡は届きません。1640円、4と6の組1640。はい、ではお伝えします。伏見選手おめでとうございます。どうもありがとうございました。初のこれで特別競輪の輸出ということになりました。それは積極的なレースで自分の力でもぎ取っての一着でした。いかがでしたか。そうですね、まあ、自分のレースで、それで、まあ、同型が強い人が3人もいたんですけど、まあ、自分の競争で一着取れて、で初めての特別競輪優勝戦に出場できるのはもう本当に嬉しくて感無量です。はい、さあそれではそのレースを小林さんと一緒に振り返っていただきます。お願いします。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございました。 やったねって感じですね。そうですね、はい、本当にあの今までこう市田選手とかね、あの十文字選手がいるところで結構あの主導権とか取れずに終わってることが今まであったじゃないですか、過去にね。そうですね、だからここでこのメンバーで主導権を取ったことだけでもすごいと思ったんですけどね、この逃げ切りはすごい勝ちですね、これはね。はい、もう納得しますね。まあね、あの自分で今回はあのコンディション的には、ね、走ってみてどうだったんですか。今日はこの主導権を取っていくその踏ん切りがついたっていうところは。そうですね、まあ、調子良かったんで、まあ、先行してどこまで粘られるか、自分との何かですね、まあ、あの大きなレースで言えば共同通信社がありましたよね。そうですね、でそれから今度は地元でかなり気合が入りましたよね、去年ね。そうですね、でそれからちょっと逆に言うと、スランプ状態になった部分もあったかと思うんですけどね、はい、あのここまでどうでしたか。辛い部分もあったでしょうけど。そうですね、まあ、でも先行してれば、はい、いつか花が咲く時が来ると思ったんで、はいはい、もう成績が悪くても先頭一本で来たのが、はい、今日につながったと思います。うん、初めての決勝戦どうなんでしょうね。もう本当にまだ実感が湧かないんですけど、本当に嬉しくてしょうがないです。気持ちとしてはあのやっぱり先行したいなって気持ち強いですか。そうですね、高橋さんと一緒なんで、明日は、まあ、思いっきり主導権を取るだけだと思います。はい、じゃあ伏見選手が前を行って。そうですね、頑張ります。そうですか、はい、頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。一着になりました伏見俊明選手のインタビューをお届けしました。この大きな払い渡し金です。第11レース、1着4番伏見俊明、2着9番高橋、3着3番東出、連勝短式枠番4と6の組1640。しんがりは地元五冠と栃木の神山雄一郎です。2日間神山の大きを見る限りではもう万全の勝ち上がりでね。そうですね、まあ、追い込みに関しては本当完璧な状況ですね。はい、まあ、今日は先頭で戦ってどうするかでしょうね。はい、最後の3つの席をめぐって12レース準決勝戦が行われます。では対戦メンバーです。1番が岐阜の山田裕二、2番千葉の鈴木誠、3番が地元の五冠新一、4番千葉の相田翔一、5番が三重の海田和弘、6番香川の香川雄介、7番栃木の神山雄一郎、8番静岡の新田康人、朝日9番岡山の小橋正義。以上9人の対戦で行います。静岡の74期先行型の新田康人、ラインは3分線、三重の海田、岐阜の中部の2人はこの海田が山田の前で戦います。そして今日は神山雄一郎ラインの前で戦います。神山五冠と強力な地元ライン、
そして海田山田の中部勢に小橋のマークであります。地元の五冠4着9着、まあ、五冠がちょっと苦しい戦いが続いてますね。そうですね、まあ、ただそれでもこうして、ま、五冠選手はですね、はい、以前にもですね、骨折後だとかで、なかなかあまりコンディションが良くない時もあったんですけど、それでも結構そういう時でも決勝に乗ってきてるんですよね、だから今回見ても確かに落車があってね、本調子から変えてるのかもしれませんけども、それなりにそれ以上にですね、流れ的にはいいんですよね、うん、まあ、今日も神山の後ろを見てね、戦えばなんとかなりそうな感じがしますけどね、はい、そうですね、だから流れもいいし、メンバー的にもいいんでですね、今度はそれを逆にその間にですね、徐々に回復してきてる感じもあると思うんですよね、はい、4番相田翔一が前を取っております。神山雄一郎2番手回り、3番で1番の山田裕二、そして2番の鈴木が車を下げて3番五冠が上がっていきます。6番香川雄介、5番の海田は後方から、7番手が海田です。9番小橋正義、最後方に8番の新田です。その新田が前に上がっていきます。相田が前を取って、8番の新田が後ろからちょっとね、はい、前段は攻めたい感じでしたけれども前を取りました。新田先行で4番の相田翔一、したがってこれで鈴木が上がって、南関東勢が前段に入ります。残り4周です。中段4番手、7番の神山雄一郎、地元の五冠新一、6番の香川雄介がラインを固めております。そして中部勢、5番の海田和弘、山田雄二、小橋正義が最高峰です。三分線の形、小橋さん位置取りどうですか。そうですね、まあ、神山選手が中段取ってるんでね、はい、まあ、一番いいところでしょうね、これはね。だからあと新田選手が何をするのかっていうところでしょうね、そうですね、読みとしてはね、はい、前段の向きから見ると新田は後ろから抑えていきたいなという感じが見えたんですけどね、結局前に上がりましたもんね。だから海田選手にとっても新田選手が前にいるっていうことは嫌な感じでもあるんですよね。あ、そうですか。神山選手だったらまだいいんですけども、新田選手だから帰ってなんか突っ張ってくるのかな、何するのかなっていう、ね、はい、感じもあるんですね。だからさあその階段がね、はい、これで、あ、行かなければ新田が突っ張りそうですもんね。そんな感じしますよね。となると後手を踏みそうな中部勢、4コーナーから直線になりました。結局新田がやはり新田突っ張り先行か。残り2周の赤番になります。神山のラインは中段です。さあ中部勢を気にしております。5番の海田が行きました。海田スパート、さあ第2コーナーから新田を抑えて海田先行を取りました。山田裕二が2番手、3番手9番の小橋、完全にこの3人が抜け出しました。新田は中段4番手、神山優勝現在7番手。さあ神山が早めに4コーナーから巻き返しに出ました。最終回先頭5番の海田、海田先行です。一気に来ました、一気にた、ちょっと5冠切れました。さあ一気に神山先頭です。2コーナーから先頭だった。そして山田が2番手、3番手小橋、3コーナーから4コーナー、神山まだ3番手に離しています。4コーナー割った、神山先頭です。2番手山田、外から小橋、小橋が来る、神山雄一郎だ、神山雄一郎圧勝、圧勝しました。神山雄一郎、山田雄二すごいですね。小橋が3着、4着2番の鈴木誠。はい、ではお伝えします。神山選手おめでとうございます。どうもありがとうございました。いかがですか今日は、まあ、自力、本当に自力でという競争になったんですが。そうですね、まあ、気温が先行だったんで今日はホームから行こうと思ってましたけど、はい、ではレースを振り返っていただきます。小林さんお願いします。おめでとうございました。どうもありがとうございました、ね、今回2日間とも追い込みが切れてたんで、さあ自力になるとどうかなと思って見てたら、はい、すごい出足でしたね。体調いいみたいです ね、 ね、はい、だから一瞬ですね前がパッパッと入れ替わって7番手に置かれたんで、どうするんだろうと思ってみたらもうこれ狙いを済ましたように一気にダッシュしましたね。ホームから行こうっては五冠区にも言ってたんで、はい、やっぱ思い切って行ったんですね。なんかやはり初日のですね4番手からのこう追い込んだこう踏んだかかり具合が今日の出足につながっているんですか、その気持ちとしては。そうですね、はい、あれだったらいけるだろうと、うん、感じよかったんで、
まあ、周りの方は先行してないと、はい、ちょっといろいろ言われてたんですけど自分ではあまり心配してなかったあそうですか、はい、今年のですね特別競輪の決勝戦でこれの中で、進出した中でやっぱりどうですか今回の出来っていうのを比較してうんやっぱ今回一番いいと思います一番いいですか、はい、ふるさと弥彦の時ですね、はい、ガンガン尻上がりに良くなった時ありましたね、はい、あれよりももっと上回ってる感じしますかそうですね、はい、そんな感じです、はい、じゃあ自分のコンディションにはもう問題ないわけですねそうですね、まあはい、あと今日一日夜があるんでね、はいどうなるか分からないですけど、まあ、悪くはならないと思いますあと今日ね高谷選手と伏見選手あと山田選手ということになりましたね動ける選手が決勝戦はね、はい、このメンバーパッと見て感想はどうですかまだ今自分が合流したばかりなんで分からないですけど、まあ分からないです、まあ、自分がいいから大丈夫だとうん落ち着いてやっぱり仕掛けていきたいですけど、はい、じゃあ3連覇目指して頑張ってください、はい、先輩頑張ります、おめでとうございました、はい、ありがとうございました1着になりました神山雄一郎選手のインタビューでしたでは